一回使えば絶対にハマっちゃうクッションだと思う。ちゃんとストックまでありますよ。私は毛穴とかを綺麗にカバーしてくれるわけ。クッションめちゃめちゃ良かったっていうコメントたくさんいただいたんですけど、こんにちは、ナイニンミだ。9点初売りセールがイエーイということでですね、1月5日から9点の初売りセールが開催するんですが、9点の初売りセールで買うべきおすすめのツヤ肌アイテムをたくさんご紹介したいと。イエーイ、もうこれを使えば髪ツヤ肌になれること間違いなしなアイテムがたっぷり出てきますので、もう私のガチの愛用品なので、ぜひ見逃さずに最後までおー見てくださいね。クラム、シジャッケブルキヨ。クチューニナイン。はい、じゃあ早速ですね、今日は使いながらご紹介したいと思います。一つ目が、じゃーん。CKD レチノコラーゲン低分子300コラーゲントナーです。こちら、私が前ご紹介させていただいた動画、見てくださいましたか？これは私ほんとかっこいっちいいって思った化粧水で、こんな感じで結構ね、とろみがあるテクスチャーになっているんですよ。で、こちらの CKD はレチノールとコラーゲンっていうもう最強な組み合わせのスキンケアラインになっていて、私がコラボセットを組ませていただいたんだけど、本当にね、あれを使うと、お肌が卵肌みたいにツルッツルになれるわけよ。で、特に私はね、このトナーが大好きなんだけど、このテクスチャーもすごいとろみがあって、本当に触ってると自分の肌が卵触ってるのかわからないぐらい本当にツルツルなのね。で、この CKD のレチノールはすごくね、低刺激だから、まあ、お肌が弱い方でも安心して使えるし、そういう皮むけとかもないの。だからもうデイリー使いにめちゃめちゃおすすめ。使えば使うほど肌質が変わるし、毛穴がなくなっていって張りが出てから、お肌がね、どん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 トーンアップしてくれる感じがあるのよ。これは私がコラボセットを組ませていただいた商品なので、ぜひコラボ期間中にそちらもチェックしてください。次はこちら、パネルシカマヌ92セラムです。私の動画見てる人は知ってると思うんだけど、私さ、美容液って本当に合う合わないがあって、合わないの使っちゃうとすぐお肌にポツポツ出てきたりとか、とにかく美容液で合うの探すのすごく大変なわけよ。その中で私がめちゃめちゃ気に入ってるのがこちらのパネルのセラムなんだけど、こんな感じで、これもね、もっちりとしたテクスチャーになってるのね。で、かなりお肌に伸びがいいから、すぐこうさっとね、お肌に吸収される感じがあって、全くね、ベタベタする感じはありません。で、とにかく鎮静効果がめちゃめちゃいいのよ。なんとこちらのセラムは精製水が一切入っていなくて、精製水の代わりにツボクサ派水がたっぷりと配合されてるんですね。さらにツボクサエキスだけではなくって、マヌカハニエキスが入っているの。だからとにかくね、敏感肌にめちゃめちゃ効果的。あとはティーツリーエキスとかユーカリ派とか、こう外的刺激からお肌を守ってくれるわけよ。お肌がこう敏感になると、お肌のこう守る力、バリア機能が低下してしまうのね。だからマスクのちょっとしたすれだったりとか、ちょっとした刺激で、まあ、お肌トラブルを招いてしまうわけよ。そういう外的刺激からお肌を守ってくれるわけ。あとはヒノキ葉エキス、ローズマリー葉エキス、赤松葉エキスとかも入っていて、肌にしっかりとね、水分を補給してくれて、お肌にしっかりと潤いを与えてくれるんですよ。だからもうこれだけで見て、お肌にツヤが出てるでしょ？だから結構お肌に赤みが出て悩んでる方とか、最近睡眠不足でお肌の調子が良くないっていう方とか、もうめちゃめちゃ敏感肌でちょっとした刺激で赤くなっちゃうとか、もう顔面ニキビとか、まあ、そういう状態の方にはぜひぜひ使ってほしいセラムです。次はじゃーん、ショームトーイントーンブーストビームです。こちらはですね、こんな感じでジェルを少し硬くしたテクスチャーになってるんだけど、もう私ね、最近のメイク前のクリームはこればっかり使ってます。もうこれに限るって思って、もうこれ使い始めてから他使えないっていうぐらいめちゃめちゃいい。保湿剤だから普通にまあスキンケアのクリームとして使うこともできるんだけど、私はね、主にメイク前に使っていて、なんでメイク前かって言いますと、これをスキンケアで仕込んでおくことによって、この後のベースメイクがアップグレードするわけ。メイク前のお肌を最適化してくれるクリームになっているんですね。だからメイクアップブースター的な役割のクリームになっています。これをですね、しっかりとこう手でポン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 ってこうしっかりこう馴染ませてから、日焼け止めはこちら
リセチカ UV エッセンスです。最近私の動画にめちゃめちゃたくさん登場してきてる日焼け止めだと思うんだけど、これはもう過去一いい日焼け止めだって私は思ってる。名前の通りエッセンスのような日焼け止めだから、美容液を塗ってるような感覚で日焼け止めを塗ることができるんですね。だからお肌に刺激もめちゃめちゃ少ないし、散乱剤タイプでありながらウォータープルーフだから汗や皮脂に強い。なのに石鹸で簡単に落とせちゃうわけよ。だからもうデイリー使いにめちゃめちゃいいし、これだけでお肌が綺麗に見えちゃうの。もうお肌にさ、ツヤがどん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 増してきてない？めちゃめちゃツヤツヤで綺麗なお肌になれちゃうわけよ。こちらも前の動画ですごく詳しく説明してるのと、9おすすめセットがあるので、そちらもチェックしてください。次はこちら、ショームトーイントンクリームです。こちらもね、前私がご紹介させていただいたもので、今日は本当に私が最近ガチで愛用してるものしか出てこないから、これを使えばツヤ肌間違いなしだから信じて。やっぱり韓国の美肌に美白は欠かせないわけよ。昔から美白が美の象徴なわけだから、こういうトーンアップクリームっていうのが本当に欠かせないんだけど、これがさ、自然にお肌をトーンアップしてくれるわけよね。必ずこう首のところまで私は使ってます、こういう感じで。でこれが不思議とさ、時間が経てば経つほどお肌に密着してくれるわけよ。トーンアップクリームってなんかよれたりするものがあると思うんだけど、これは一切そういうのがないのと、毛穴とかを綺麗にカバーしてくれるわけ。長時間お肌にこう密着してくれるから全くよれないし、もうずーっと綺麗なお肌を維持できちゃうわけよ。このトーンアップクリームは過去一私が大好きなトーンアップクリームで、これもね9セットがあるので、ぜひぜひコラボ中にねチェックしてください。でもう本当にもうほら、これだけでお肌がめちゃめちゃトーンアップして、もう十分綺麗なお肌になれちゃってるわけよ。本当になんか内側からツヤが出てる感じがしない？そしたらクッションファンデなんですけど、じゃーん、パネルシカマヌセラムクッションです。これは私もみんなも大好きなクッションファンデなんですけど、私がこれを紹介して、私の動画を見てご購入してくださった方もすごくたくさんいると思うんですね。それでコメントでパネルのクッションめちゃめちゃ良かったっていうコメントたくさんいただいたんですけど、そのぐらい一回使えば絶対にハマっちゃうクッションだと思う。もうほぼこのクッションファンデの中身が鎮静成分で固まってるようなクッションになるんですよ。で去年もね、たくさんたくさんのクッションファンデをご紹介させていただいたんですけど、なんでこのタイミングでこちらをおすすめするかと言いますと、まあ今冬でしょ、乾燥するでしょ、お肌が敏感になりやすいでしょ。でお肌が敏感になってる時ってなるべくやっぱメイクしたくないとか、お肌に優しいクッションを使いたいって思うと思うんですよ。私も肌荒れしてる時はもうファンデ本当に塗りたくないみたいな、だから鎮静クッションを使いたくなるわけよ。そんな時にぴったりなのがパネルのクッションなのね。もうお肌が荒れてる時は自然と手が伸びちゃうようなクッションになります。でこれがねめちゃめちゃ保湿力が高いから、もうお肌がめちゃめちゃ乾燥してるっていう人にめちゃめちゃおすすめ。とにかく保湿力がめちゃめちゃ高い、でカバー力もめちゃめちゃ高いから、顔が真っ赤みたいな方もぜひぜひ使ってほしい。もうこれだけで十分にカバーできちゃうし、もうしっとりテクスチャーなわけよ。めちゃめちゃしっとり。で、ツヤ肌のコツなんだけど、そんなにね、ファンデーションは取らなくていいから。本当に部分的に隠したいところだけ、目の下のクマとか鼻の周りのこう色素沈着とか、そこをちょっとだけこう隠してあげるような感じで十分。お肌にのせたのをこう全体的に薄く広く伸ばしてあげるような感じ。もうなんか塗りながらめちゃめちゃ鎮静されてる感じあるもん。もう香りから鎮静の香りがする。で保湿オイルと保湿剤が 75% 配合されてるから、もう水分蒸発を防いで自然なツヤ感を与えてくれるわけ。乾燥肌とか冬のシーズンに本当におすすめだし、お肌が乾燥すると逆にメイクって崩れてくるから、もう特に冬はやっぱりツヤだよねっていう感じで、美白に効果があるナイアシンアミドだったり、シワ改善に役立つアデノシンも配合で、さらに SPF45 TA2+ ノンケミカル処方で UV 効果もバッチリ、もう三重機能性のクッションになってるんですよ。とにかくちょっとの量でめちゃめちゃしっかり伸びるし、こんな感じでめちゃ肌が綺麗に見えるわけ。もうツヤやばくない？このクッションでさらにツヤに磨きがかかってるでしょ？詐欺スティックとか使ってないのにこのツヤよ。なんかもうパンナコッタみたいじゃない？めちゃめちゃほんと韓国女優みたいなツヤ肌を作れちゃうんですよね。で、さらに、じゃーん！
であれば、ブラウンウェイオールデイセラムメイクアップフィクサー、これをこんな感じでお顔に巻いて、ツヤ肌にさらにツヤコーティングをしてあげる感じ。このフィクサースプレーが本当に最高で、一瞬でお肌をツヤ肌にしてくれるから、セール期間中は絶対に早めにゲットすべき。で、霧も細かいんだけど、ちょっと気になる人はこうやってハンドプッシュするといいと思う。そうするとさらにこうね、お肌に密着してくれるから、パウダーを塗らなくてもこれだけでしっかり固定されちゃうから、私はね最近ずっとこうやって軽くね上からハンドプッシュしてるの。そうすると固定力抜群、マジで崩れない。苦中にないん。カラーメイクまで仕上げて完成です。いかがでしょうか。めちゃめちゃツヤツヤじゃない。ツヤだし、本当になんか女優肌みたいだよね。みんな自分の肌に自信持てちゃうこと間違いなしだと思うの。ということでですね、今回ガチの愛用品をたくさんねご紹介させていただいたんですが、特に要チェックしていただきたいのが、じゃーん、もう何個目っていうね、ちゃんとストックまでありますよ。私はパネルのシカワヌセラムクッション、ピカピカとしたね、お肌をゲットするためにもパネルの方をチェックしてみてください。詳しい内容や購入先リンクは全て概要欄に記載しておきますので、ぜひそちらからチェックしてください。ぜひまだの方はチャンネル登録と高評価ボタン、インスタもやってるのでインスタもフォローしていただくと嬉しいです。クラーンリンターメマンだよ。